サンゴアナナスエクメアフルガンズはパイナップル科の植物。果樹と丸い脂肪が真っ赤になってサンゴ玉のようなのでこの名がある。干渉用に栽培される。多年生の着生植物。葉は健常だが先端はマリー。葉は十数枚がロゼット状につき、四方に広がって伸び、長さ35から45センチメートル、幅6から7センチメートルになり、葉質は角質で、 縁は緩く波打ち、また細かな棘状の突起が並ぶ。表面は光沢のある暗緑色を呈し、海緑色の横縞がある。また表裏ともに白い光を吹いたようになっている。花は葉の中心より出た果樹につく。果女は高さ20センチメートルほど、塩水果女に多数の花をつける。花数は80から100個にもなる。花には丸く膨らんだ脂肪と学片があり。 そのいずれもが真っ赤に染まる。花弁はその先端にあり青紫で美しい。ただし花弁は開かずに3日ばかりで故死する。しかし脂肪と学編はそのままの鮮やかな色を3ヶ月にも渡って維持する。和名はこの果樹と脂肪がサンゴ玉のように見えることによる。園芸方面では学名かな読みのエクメア、あるいはエクメアフルゲンスも用いられる。原産地はブラジル。 樹状や岩の上に根で着生する。本属は約200種がメキシコからアルゼンチンに分布する。種内変異としては以下の変種が知られる。干渉用に栽培される。日本には昭和初年に入った。蒸気のように花そのものの寿命は短いものの果樹は美しい姿を長く保つので干渉できる期間が長い。変種も同様に干渉される。葉裏が美しい。 同族には他にも干賞用に栽培される種はいくつかある。島産ゴアナナスエファシャタもよく見かけるもので、アナナス類で最も親しまれているとも。ただし果樹は短くまとまり、ツとがよく発達するので見た目はかなり異なる。以下、種として、朝山ほか、P164。ただし、編集の記載のため一部を選択園芸植物、大辞典1、P327。 フィルコックス、P217 園芸植物大辞典1、P327。フィルコックス、P217 朝山ほか、P164 朝山ほか、P164 ホンダほか、P544 朝山ほか、P164。ありがとうございます。